分のさ見えるところでこうよっしゃ。また2ガンスどこか。あ、先でもってか、はい、俺もそう。どうもワンちゃんです。今回は西浦隼人さんの野球教室公式部門をお届けしたいと思います。軟式野球部門とは変わり、プロで培った技術的指導を惜しみなく伝授するので、ぜひ最後まで見てください。体重移動めちゃくちゃいいっすね。あんま言うことないっすね。でも何年生ですか？小5。小 5? すごっ。ここの肩だけ我慢してるでしょ。開かないとって思うじゃん。ちょっと痛み詰まると思うけど、黒くも詰まるから我慢してる。我慢してる。しっかり肩はこう入れてる。飛ばしたい気持ちはめっちゃわかるけど、じゃあこうなっちゃった。ここからこうしか出ない。今やったらこうやってこうやって打ってるから打球も点で捉えてる。ここはさ上から手でしょ。ここでしょ。ここでしょ。だから上からからレベルに。立つべき。開くな。内側から。自分の壁の中で。はい。全部無理っぽい。火に当てる必要はないから。で、俺は変化がちょっと前に出てしまう時があるんですけど、泳いで打ってしまう時があって。はい。いい位置でトップできてるんで、打ちに行くときに離れちゃってるから、このままで、まあ、泳ぐってことはボール球よ。ちょっと難しいこと言ったら割合を切って、追い込まれたらどうする？追い込まれたらバット短くなる。でバット短くなる理由は三振したくないから。まあ、バット短く持つのもまあいいんだけど、例えば変化球が多いピッチャーやったら、変化球が多いピッチャーやとしたら、追い込まれたら変化球3割頭にして、でまっすぐは当てれるようにするとか、自分の中でこう割合を決めた方が余裕が追い込まれてる。変化球目つけて、ここから変化球来たら絶対見ない。でもまっすぐは絶対ファールにはなるようなタイミングの取り方で行く。小学生の時は思い切り苦労ねみたいな感じだったじゃないですか。はいはいはい、中学校高校に行くとどういうところを見てるんですか、西浦さんは。基本的なところは、まあ、右バッターやったら左肩の開きとか、はい、僕もそうやったんですけど、インコース来たと思ってパッと行っちゃったら逆に詰まっちゃう。あ、どんだけこの面をこっちにも入れすぎず、こっちも開きすぎず、こういかにすぐに入っていけるか。その原因って何なんですか、その開きの原因。開きの原因はもう完全に力強く打とうと思うのと、インコース
すぐ反応しちゃうみたいな。別に僕インコースは詰まっていいと思ってる。はいはいはい。詰まってファウルでいいと思ってるんで。そこですかね。はい。こう巻きつくようにレベルに行きたい。こうやって。こうなって絶対ここ詰まるし、アウトコースも引っ掛けちゃうし。そのだからってこう。真っ向って言ったら、こうみんな逃げがったら肩を逆にこっちにじゃなくて、肩はまっすぐだけどここに引っ張る、しっかり90度回る。だから一番ダメなのがヘッドがこう離れる、自分からこうなった時点でも絶対進めるから、インコース来たと思ってもインコースめっちゃ詰まっていいから、絶対右肩を開かないのと目はまっすぐ、自分のさ見えるところでボールが前の肩にしか見えないから、言い方回さないぐらいのイメージで、ここだけで打つの方がで、体の中で打つみたいな感じですか。もう全部そうっす。アウトコースもここやったらここで打って、真ん中ここで打って、ここすっ、全部自分のこう正面に来る。難しいっすけどね。難しい。ロングティーとかバッティング練習じゃ飛ぶかもしれないですけど、やっぱみんなそれで勘違いしちゃって、試合でも同じ打ち方してなんか詰まるなみたいな。だから練習、試合のための練習しないとダメですね。練習のための練習じゃないです。はい、以上です。よっしゃ。よっしゃ。めっちゃいいやん。いい。ありがとうございます。T ってこっちから来るじゃないですか。うん、だからそのボールに集中しちゃうんで、どうしても肩入りやすいし、こう行きやすいんですけど、はい、これって正面やから、多分僕が言ったことは意識しやすいと思います、正面から来るんで。ちょっと待って、ちょっと待って。間違いがない。正午ですもんね。手ってどういうところを見てるんですか？スイング？もう、なんか、なんていうんですかね。別にどこかとかないんですよ。センスあるな。なんかビビッとこう。うち含めてです。もうちょっと抱き上げたいんですけど、うん、今なんか抱き上げ別にあれだよ、力がついてくる、自然と上がってくる。中学校上がって、あ、でも今小学校で公式だもんな。自分が好きな方がいいんだったらそっちでいいけど、いや、俺は短く持ってた。でも俺は一応ホームランも打てるバッターだったから短くは持ちたくなかった。短く持っちゃったら自分のタイプまで変わっちゃうじゃないですか。そうですね。なんで中距離打てるのにわざわざアベレージに持っていくの？第二関節どこ？あ、先で持ってるから、はい、俺もそう。俺も先で持ってた。で、この第二関節、これまっすぐ、はい、なるとこでもつながる。これ絶対ダメ。開くし、遠回りしやすいし、だから俺どっちかって言ったらこう絞りたい。自分の腹の前でヘッド走りやすいと俺は思う。こっちよりは絶対絞った方が俺はいいと思うけど、正解はない。正解は、はい、には正解はないですけど、不正解はありますからね。
対ボール拾いたくないと思う。違います。これ乗ってますよ。違います。カメラ撮ってるからね。出るよ。すぐ分かるよ。いいよ。8残りね。最初はグループ。はい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 。いいね。名前、何々決めてほしい。いいね。ほら、もうやね。サヤキワンチャンネル。